はい、どうも皆様、こんにちは、吉田のりまさです。よいしょ。はい、いかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、ご紹介するのはこちらですね。ババン。サントリーさんのノンアル気分ノンアルコールカクテル、ソルディドッグテイスト。だそうです。アルコール分ゼロ、カロリーゼロ、糖質ゼロ、炭酸飲料。だそうです。これ僕思うに、ノンアルコールのビールはね、ちょっと微妙なね、テイストでしたけども、このカクテルは、ノンアルコールのカクテルですよね。ってことは、ジュースとして成立しているのではないかと、思うんですよ。ですので、ビールのノンアルコールの時のようなですね、精神的なダメージはないんじゃないかなと思うんですね。ビール、要は、今も言ったんですけど、その、ジュースとして成立しているのではないかと思うのでね。はい、ちょっと、びっくりしたな。はい、びっくりしましたね。はい、じゃあ、いきます。よいしょ。いただきます。思った通り。うまい。ソルティードッグ。テイスト、ソルティドッグ、ソルティドッグって何を使うんでしたっけね。ちょっとわかんないんですけども、まあ、ここにグレープフルーツの絵があるんで、グレープフルーツは使うんでしょうね。で、あと、塩ですよね、ソルティドッグ。あと、どんなものを入れて、ソルティドッグは成立、出来上がるのかわかんないですけども、ちゃんと、グレープフルーツジュースとしては飲めます。ですので、まずくはない。はい。ノンアル気分か、これどうなんですかね。まあ、なんだっけ、ノンアルコールビールと同じようにですね、お酒飲めません、でも飲み会参加してきました、みたいな人がですね、行って、まあ、カクテルですよ、ということで、これをグラスに注いで、乾杯に参加するっていう部分で、まあまあ、使い方としては、いいんじゃないかなって思いますね。まあ初めて飲みましたけどね、このノンアルコールカクテルは。なかなか、僕はいいかなと思いますね。はい。うん。ということで、これはどうしましょうかね。よいしょ。はい。そうですね。まあ、星7つ。じゃじゃーん。ですかね。まあ、こんなとこですね。はいはい。はい。さあ、他にもね、ノンアルコールカクテルいっぱい種類がありますけどね。はい、ということで、ありがとうございました。今日ご紹介したノンアルコールのノンアル気分、ソルティドッグテイストでございました。ありがとうございます。